海と日本。日本財団は7月15日の海の日を前に海に関する意識調査を実施し、その結果について7月11日に発表を行いました。この調査は2017年より2年に一度実施しており、日本人が海に対して持っている意識や行動の実態を明らかにすることを目的として実施されたものです。4回目の調査となる今年は初の小学生親子調査も実施。調査結果からは海への愛着度や興味関心などが全体的に低下していることが判明した一方で、若い世代の海への興味関心は高いということが明らかになりました。海は大切な存在だの回答およそ7割に対し、海が好きだの回答はおよそ4割で、2019年の調査からおよそ13ポイント減少しており、海は大切であると認識しながらも好意度は下がっていることが分かりました。海に行かない理由では家から海まで遠いからといった回答が多く、時間や目的などを重視するタイムパフォーマンスの観点から海へ行くことに合理性が見出せていないことが分かる結果となりました。一方、高校生は海が好きだ、海に行きたいなどの項目が全体よりも高い結果となり、また小学生も 75% が海に行きたいと回答しました。しかしながら直近で1日以上海に行った小学生は 60% と、ニーズに対して実際に海に行くことができている小学生が少ないということが分かりました。これらの結果から日本財団の海野常務理事は、小学生の海に行きたがっているニーズを生かしていくことなど日本財団の今後の展開について語りました。親が連れて行ける行けないにかかわらず、この海の体験ができるように、学校の自然教室ですとか、あるいは地域の連携を促進する活動に注力していくということが大事かなと思っております。海と日本プロジェクト in 岩手は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っています。